にちは。 JAXA 広報担当の柳田さやかです。およそ半年間国際宇宙ステーション ISS に滞在した JAXA の古川聡宇宙飛行士がいよいよ地球に帰還します。今日はその模様を生中継でお届けしてまいります。古川宇宙飛行士ら4名のクルーが乗ったクルードラゴン宇宙船7号機クルー7はすでに ISS を離れています。地球を周回しながら徐々に近づいてきているんですけれども、この後地球大気圏に再突入しまして、この宇宙船はですね、着水という形で帰還いたします。その着水の予定時刻はこの後18時47分ごろとなっています。もうすぐと迫っているんですけれども、この帰還の模様を NASA TV の映像を見ながらですね、日本語の解説と合わせて分かりやすく状況をお伝えしてまいります。その解説を行うのは JAXA の第70次インクリメントマネージャー井上夏彦です。井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。古川宇宙飛行士の帰還が待ち遠しいんですけれども、ちょっと緊張感も高まってきました。そもそも井上さんはインクリメントマネージャーというお立場でミッションを支えてきましたけれども、そのどんな役割で古川宇宙飛行士を地上から支えてきたんでしょうか。はい、よくテレビ番組制作でプロデューサーですとかディレクターという言葉を聞かれた方多いと思うんですけれども、はい、インクリメントマネージャーはこのプロデューサー役として、我々私の担当する機関の間に行われるさまざまな実験、こちらについて全部把握して、どのようなインクリメントにするかという、キーメッセージのもとに優先順位をつけて、それをいつ実施するかと、そういうような計画を立てます。でそれをもとにフライトダイレクターですね、ディレクター役のフライトダイレクターが管制官を指揮して現場で動きやすいように差配していただいて、アクターである宇宙飛行士がその実験を行うということになっております。なるほど。ミッション全体の計画ですとか運用の管理をされているという井上インクリメントマネージャー、古川宇宙飛行士の帰還がいよいよという今のお気持ち、心境はいかがでしょうか。はい、古川ミッションでは、宇宙でしか見つけられない答えがあるからということで、はい、次世代の、有人探査に向けた技術実証ですとか、さまざまなサイエンス実験、あとは企業からのですね、優勝ミッションというものを行ってまいりました。でこちらを、私ですとか地上の運用管制官、あとは地上でサポートしてくれるさまざまな方とワンチームで行ってきたんですが、はい、私の担当する期間のほとんどを古川宇宙飛行士ともに過ごしましたので、非常に感慨深い気持ちです。さあ、その古川宇宙飛行士は今どんな気持ちで帰還、迎えるんでしょうか。その帰還の模様、どうぞ最後までこの中継でご覧ください。さあ、今この番組をご覧の皆さん、ぜひその古川宇宙飛行士帰還に向けた応援メッセージですとか、宇宙に関する質問などどしどしお寄せください。今ご覧いただいております YouTube のコメント欄に、コメントを書いていただくか、あるいは SNS でハッシュタグスペースジャパンを応援しようをつけてぜひ投稿してください。お時間があればその番組の中でもご紹介していこうと思います。地球へこの後帰還する古川宇宙飛行士、帰還する前にですね、 ISS でこの番組をご覧の皆さんに向けてメッセージを撮影いたしました。ここでしか見られない貴重なメッセージです。どうぞご覧ください。クルーセブン帰還生中継をご覧いただきありがとうございます。JAXA 宇宙飛行士の古川聡です。皆さんがこの動画をご覧になっている頃、私はクルードラゴンに乗って国際宇宙ステーション ISS を離れ、地上への帰還に向け飛行中ですね。無事着水する瞬間をどうぞ見守っていてください。クルードラゴンは軌道離脱噴射を行い、軌道を変えます。そして大気圏に突入していって、その後パラシュートを開き、フロリダ付近の海に着水します。クルードラゴンは自動化が進んだ宇宙船です。そしてさまざまな事態にも備えて、同乗しているクルーでチームとして力を合わせて乗り越える訓練をしっかり積んできました。訓練通り着実に実施していきたいと思います。国際宇宙ステーション ISS で3本柱の仕事を実施してきました。
1本目が地上では得られない長期間安定して続く無償従属環境、そういった特殊環境を利用し新薬開発促進など地上の生活をより良くすること、2本目は月探査に向け水再生などの技術実証を進めること、3本目が企業さんの利用を促進することです。地上に帰還後もそれを皆様にお伝えしたいです。地上の管制官や技術者、仲間のクルーと力を合わせ、また皆様からの応援に力づけられ ISS に住み、そして働いた充実した半年間でした。感謝いたします。私から次世代のお子さんに伝えたい3つのメッセージです。1つ目はいろいろなことに興味を持ってほしいです。勉強だけでなく運動や身の回りのことの何もかもが対象です。その中から自分が好きなこと、得意なことがきっと見つかると思います。2つ目は夢を持ってほしいです。将来こんなことをしたい、こんな風になりたいという具体的なイメージがあるといいです。3つ目はその夢に向かって一歩踏み出してほしいことです。夢を持ち、かつその夢に向かって努力を続ければ少しずつその夢に向かって近づいていけると思います。皆様の夢が叶うよう応援しています。最後に、私としては次の宇宙飛行ミッションを控える由井大西飛行士をはじめ仲間の飛行士たちに今回の経験をお伝えし、日本人宇宙飛行士のバトンをしっかりつないでいきたいと思います。約半年間たくさんの応援をいただき誠にありがとうございました。はい、期間前 ISS から古川宇宙飛行士のメッセージでした。さまざまな方々への感謝の気持ちを述べられていましたけれども、さあ今 NASA TV でですね、なんとクルードラゴンの船内の様子が映っております。少しご覧ください。はい、向かって一番右側、右奥ですね、に古川宇宙飛行士、今ちらっとお顔が見えました。笑顔でしょうかね。4名のクルー、クルーセブンのクルーが今船内の様子が映っております。足元のカメラからの映像なんですけれども、再突入のタイミングが近づいているということで、あの再突入の時には地上との通信更新ができなくなる時間、ブラックアウトの時間があります。ちょっと緊張感高まっていますかね。そうですね、先ほどの NASA の音声ですと、はい、間もなくブラックアウトに入るということですので、最後は緊張しつつ帰還の準備をしているというところではないかと思います。はい、画面には今 ISS 船長を今回務めます、NASA のジャスミン・モグベリ宇宙飛行士ですとか、パイロットイサのアンドレアス・モーゲンセン宇宙飛行士の姿が映っています。この手前に古川宇宙飛行士はおそらく座っていると。はい、ちょっと見にくいのが残念です。そうですね、今船内のモニター画面、ディスプレイの映像が映っています。これ着水域などが表示されているんですかね。はい、さあ船内のちょっとこう緊張した様子が今 NASA TV では映っております。またこの後再突入するタイミングでですね、地上とその宇宙船内の交信通信が途切れる、先ほどもお伝えしたブラックアウトの時間があるんですけれども、またそのタイミングで NASA TV をお届けしようと思います。一旦スタジオに戻します。はい、井上さん、先ほどは古川宇宙飛行士帰還前のメッセージがありましたけれども、映像をご覧になっていかがでしたか。はい、古川宇宙飛行士らしい、いろいろな側面に気配りをしていただいたメッセージだと思います。まずは自分の仕事のことですとか、はい、自分の後に続く日本人宇宙飛行士、そして最後に日本の将来を担ってくれる子どもたちへのメッセージでした。そうですよね。はい、帰還前には我々弱者職員にもメッセージ、メールを送ってくださるなど、本当に気遣いの方で、はい、ミッションも着実に誠実にこなしてくれました。その古川宇宙飛行士の帰還が近づいています。先ほどもお伝えしましたように、今クルードラゴン宇宙船、クルードラゴン7号機はですね、 ISS はもうすでに離れて、帰還の予定地点へと向かっているところです。その ISS を離脱した時の様子の映像がございます。ご覧ください。はい、カプセルの中に準備をしているところですね、帰還に向けた準備。そしてこちらがクルーセブンの外観です。まもなく帰還という、とても綺麗に見えますよね。はい、はい、
そして離脱の瞬間、これは、スペース X とまたヒューストンのジョンソン宇宙センターの管制室が映っております。その離脱をしてから、およそ18時間の宇宙の旅を経て帰還ということになります。お伝えしておりますように、着水予定時刻はこの後日本時間の18時47分頃となっております。さあ、その帰還の瞬間待ち遠しいんですけれども、帰還にはさまざまな工程がございます。ここで井上インクリメントマネージャーからですね、そのクルードラゴンがどんな工程で地球へ帰還するのか、そのシーケンスの説明をお願いいたします。はい、画面出ておりますけれども、はい、こちらもう過ぎてしまったんですけれども、昨夜ですね、クルードラゴン、地上からのコマンドで自動でアンドック、離脱を行いました。はい、そこから噴射を行って ISS から離れていって、で次の位相調整噴射というのがあるんですけれども、こちらの非常に速いスピードで飛んでいる宇宙船を狙った箇所に落とすというのは、非常に微妙なコントロールを要するので、少しずつ少しずつ、噴射をして軌道を変えていくと。でさ、その次にトランクの投棄というのが書いてありますけれども、このトランク何も入っていないスーツケースみたいなもので、機関には必要ないということで、離脱する前には切り外して、重りを取った、形で燃料を節約しながら降りてくることができます。はい、そのトランクがこうついている面に耐熱パネルがありまして、その面が進行方向に向かっておりまして、再突入ということになります。このトランクがついているとその姿勢が安定しないということで、まずこう重量を軽くしますね。その後の工程も見ていきましょう。こちらです。はい、それでですね、最後に軌道離脱噴射というのを行って、12分ぐらいと書いてありますけれども、いよいよ地球に向かって帰還の途に着くということです。で、その次が再突入と書いてありますけれども、ここが一番クリティカルなフェーズになっておりまして、大気圏突入すると空気が圧縮されて、非常に高温高熱になってくるというところです。で、このおかげで、プラズマのおかげでですね、通信が途絶するブラックアウトという期間が、生じます。これが大体6分程度というふうに言われていますけれども、ただこれによって少しずつスピードが落ちていって、その次によりますパラシュートが開いてきます。まずドローグシュートというのが、高度5500メートルぐらいで開いて、これで機体の姿勢の安定とですね、またさらに減速させて、メインのパラシュートが安全に開くようにすると。で、最後2000メートルぐらいのところになりますと、4つのメインパラシュートが開いて、これ結構綺麗な絵なんですけれども、最後に着水をするというところですね。こちらの 7.62 パーメートルパービューと書いてありますけど、だいたい時速に直すと30キロぐらいの速さで安全に着水するというステップになっております。はい、今中継ご覧の皆さんはおそらくですね、そのパラシュートが開く瞬間もご覧いただけると思います。最初に高度5500メートルで小さいパラシュート2つが開いて、その後高度2000メートル付近で大きいパラシュート4つ、メインパラシュートが開いてスピードが緩やかになってから海水に着水となります。さあ、その着水した後の工程も見ていきましょう。はい、はい、一番最初丸1がですね、降りてきたところで、この小型ボートというのが近づいていって、フック、ロープをフックにかけてですね、小型ボートで回収船まで引っ張っていきます。はい、で回収船、クレーンで引き上げ書いてありますけれども、船尾のところにクレーンがついてあって、引き上げまして、それから落ち着いたところで搭乗員が、外から中に出てきます。はい、このクルーが出てくるところも今日の中継で、ね、お届けできればいいなと思うんですが、はい、井上さんもブラックアウト、あと1分ほどと聞こえてきました。もう間もなくですね。はい、NASA TV の映像に切り替えましょう。今画面に映っているのは、管制室で、スペース X の管制室ですね。はい、さあ、この後大気圏再突入の時にはクルーはもうひたすら G に耐える時となります。微小重力からの急激な変化というところで、その瞬間が近づいてまいりました。もうすでにブラックアウト入ったようですね。コミュニケーションブラックアウトという表示が出てきて、ブラックアウトに、はい、あ、入りましたね。これから6分半ぐらいその通信が途絶える時間が続くということです。この時間はクルードラゴン、その船内と地上の管制室側、やり取りができない時間ということで、お互いが今どんな状況なのかと分からない、ハラハラする瞬間ではあります。とにかく安全に帰還できることを我々は祈るのみですね。はい、ではしばらくこのブラックアウトの時間続きますので、ちょっとスタジオに戻りまして、
今回のですね、そのクルードラゴン7号機で、まあ、古川宇宙飛行士とともに地球へ帰還するクルーをここでご紹介いたしましょう。今4名のクルーが宇宙船に乗っているんですけれども、はい、映りましたかね。はい、映りましたね。4名のクルー、向かって左側のお写真は先ほども見えましたけれども、船内、宇宙船内の写真です。ソユーズに比べるとかなり快適といいますか、まあ、普段着でも過ごせるように環境制御されておりまして、広々としてますね。こうゆったりと食事もできるというところで、18時間の宇宙の旅を終えての期間、4名のクルーをご紹介しますと、先ほども画面に映りました ISS 船長、今回のクルーセブンの船長が NASA のジャスミン・モグベリ宇宙飛行士女性です。そしてパイロットが ESA のアンドレアス・モーゲンセン宇宙飛行士、そして古川宇宙飛行士とともにもう一人の宇宙飛行士がロスコスモス、ロシアのコンスタンチン・ボリソフ宇宙飛行士です。この4名の宇宙飛行士が地球への帰還、再突入を迎える、その、はい、迎えておりまして、この後18時47分頃に着水となります。はい、その工程を先ほどご説明していたんですけれども、着水域というのが7カ所予定されておりまして、今画面映りますかね、はい、こちらにありまして、今回クルーセブンが着水する予定なのが、はい、こちらの一番左ですね、ペンサコラと書いてありますけれども、はい、メキシコ湾のペンサコラで、まあ、一番ヒューストンに近いところですので、まあ、帰還に要する時間も短いんではないかと思います。はい、一番離れているところなんですけれども、クルー1の野口聡一宇宙飛行士ですとか、クルー2の星田明彦宇宙飛行士もこのペンサコラに着水いたしました。そして前回クルー5の若田光一宇宙飛行士はタンパ沖に着水しております。さあ、古川宇宙飛行士ら4名のクルーを乗せたクルーセブン、まあ、ブラックアウトの時間となっておりますけれども、予定では18時41分ぐらいに通信が復活して復旧して、船長ジャスミン・モグベリ宇宙飛行士の声が聞こえるんじゃないかと、はい、そうですね、34分がブラックアウトでしたので、それで、はい、そうですね。さあ、クルーの紹介、そして着水ポイントをお伝えしましたけれども、とにかくその安全な着水もちろんなんですけれども、まあ、緊急事態に備えた訓練というのも、もちろんクルー4名行っております。サバイバル訓練といえば緊急時に備えた、はい、今お写真が映りました。その時のお写真、古川宇宙飛行士の訓練の時の様子なんですけれども、このサバイバル訓練では例えばこう緊急時こう助けを呼ぶですとか、こう助けが来るまでのこう作業、いち早く脱出するための、まあ、その方法など訓練をしっかりしておりますので、もういざという時に備えても準備は万全というところですね。はい、その通りですね。まあ、こちらのヒューストンにある大きなプールだと思うんですけれども、はい、まあ、何かの事情で機体で待てないという時の訓練をしておりますね。まあ、古川さん、こちらのソユーズの時はロシアで同じような訓練をしていましたので、はい、いろいろ違いとかを感じていたんじゃないかと思います。そうですね。はい、NASA TV 切り替えましょう。はい、今見えているのがこちらが再突入の様子ですね。はい、赤外線でおそらく見ているんだと思いますが、はい、非常に白く強く光っているのが見えます。今宇宙船が映っております。クルーセブン、クルードラゴン7号機、帰還に向けて順調に進んでおります。はい、古川宇宙飛行士のメッセージでもありましたが、前回のソユーズは着陸でしたが、今回初めて着水という帰還方法になります。先ほど工程でご説明した通り、最後パラシュートが開いて、衝撃が和らいだ状態で海面に着水ということになりますが、そのパラシュートが開くときというのはジェットコースターのような感覚というふうに言われておりますが、船内、古川宇宙飛行士はどんなふうにその瞬間を迎えるんでしょうか。そうですね、ドログシュートが開くときは結構揺れるというふうに聞いてますので、はい、ジェットコースターのようにちょっと左右に揺られてっていうのが感じられるんじゃないかと思います。ご覧いただいているのは NASA TV で今映されています。古川宇宙飛行士ら4名のクルーを乗せたクルーセブン、帰還へ向けて飛行しているその様子です。はい、現地夜明け前ですので非常によく見えますね。そうですね、これまで、クルー1からクルー5、日本人宇宙飛行士を乗せた帰還の時は大体暗い時間帯、夜など夜間の時間帯で
まあ、暗視カメラから見える映像など、まあ、夜間は夜間でとても、ね、こう美しい光景で、はい、機関の様子を見てきたんですけれども、まあ、今回現地は夜明け頃となっております。さあ、ブラックアウトが明ける時間、通信復旧が近づいてきました。船内の音声聞こえてきました。ああ、素晴らしい。ああ、よかった。はい、今船長の声が聞こえましたね。これからのパラシュートが開くので備えておくくださいというようなやり取りがされていました。はい、順調に機関の後で進んでおります。パラシュート開く前もブラックアウトが明けまして、やり取りは続いております。地上と宇宙船内の更新続いております。Dragon Endurance. And the Corps also did let Jasmine, Mugbelly, and the Crew 7 crew know that they expect a nominal or normal drogue shoot deploy, expecting us to maybe begin to get some views of that here in about a minute and a half or 2 minutes from now. And then following that will be the main shoots that deploy.Continuing to get some really incredible views of Crew 7. もうかなり綺麗に見えてきましたね。もう回収船からも目視できる状態です。雲がないようで星が流れていくのも見えますね。今カメラも切り替わってより鮮明に見えるようになりました。小さな点ですけれども光り輝く、はい、Crew 7です。As I mentioned, the streak becomes dimmer just prior to the shoot deployment. This view here is coming to us from our recovery vessel Megan. ドラッグシュートが開くとやはり速度が落ちますので、一瞬カメラの画角から出ていってしまう。なるほど。ちょっと今の動きから変わった。起きたら、はい、ドラッグシュートが無事に開いたということになるんじゃないかと。なるほど。あ、ちょっと見えづらくなってきましたが、またカメラ切り替わりました。さあ、パラシュートそろそろ開くでしょうか。速度を緩めるために最初のパラシュートが開く予定です。So we are standing by for those drogues to deploy. We should see that begin to happen here any second from now. 待機中。もう間もなくというな。Tracking to about 15 seconds until drogue deploy. 15秒ぐらいで開くというな。はい。Once again, Dragon is reading its altitude as well as barometric pressure to determine when the appropriate. あ、開きました。はい。二つ出てきたのが。そうですね。最初のパラシュート二つ開きました。この後。第2弾のパラシュート、はい、そうです、はい、予定通りです。間もなく開くと思います。どんどん減速していきます。パラシュートは、help to stabilize and decelerate the vehicle ahead of the mains being deployed a short time after. Expecting mains at about 30. Drogue shoot descent rate nominal. All right, that's great news there, indicating that the rate of deceleration with the drogue shoots is as expected.The main parachutes will deploy next. That will occur around the 6,500 foot mark above the ocean surface. And at that point in time, the capsule will be traveling around. こちらメイン。はい、メインパラシュート。はい。開いて、いよいよ着水です。The drogue parachutes will land in the ocean. メインパラシュートも開きました。We'll be able to recover them, but they kind of sink quickly sometimes. So.The recovery teams will go out and try to recover those drogue parachutes. そうですね。すべてパラシュートを開いております。Future cargo missions. We can see here. Main chute descent rate nominal. さあ、順調に着地。そうですね。先ほどからのノミナルノミナルって聞こえてる。まあこちら正常ですという意味です。そうですね。綺麗に4つのパラシュートが開いております。Copy 1000.
またカメラ切り替わって、そうですね、クラゲのような綺麗な映像、そうですね、本当クラゲが海に浮かんでいるようです。光り輝いているカプセル宇宙船です。If you've seen a daytime launch, you'll know what they look like, and we should be able to see, hopefully. 800 meters. What meters? Dragon is now 800 meters. 800. Above the ocean. Now, once Dragon splashes down, the capsule will automatically cut the ties to the parachutes. 本当にそういうことは緩やかに見えますけれどもね。さらに海面でまた衝撃が和らぎますが、まもなく着水です。はい。But if it were a little windy, it would help to ensure that that Dragon doesn't get destabilized by having the main parachutes. And we will also recover those main parachutes from as they float in the ocean as well.先ほど風も波もまあ穏やかだというふうに聞いたので安定しておりますね。400m 大変穏やかな条件での着水となります。もう 400m、 もうすぐですね。はい、もうちょっと引きで取ってくれるとどれぐらい結構近いですよね。寄せてますよね。はい、もう間もなくです。はい。もうこれ本当に海面が今見えないんですけれども、もうすぐ着水となります。本当に順調に進んできました。波も風も穏やか。Standing by for splashdown.スプラッシュダウンの準備と言ってますね。はい、かなり海面に近づいています。あ、見えました。見えました。はい、降りました。波もほとんどないよ。本当ですね、穏やかですね。はい、スプラッシュダウン聞こえました。無事着水です。予定通り18時、はい、はい、今48分日本時間ですけれども、時間ぴったりです。はい、It has now returned home, and NASA astronaut Jasmine Mogally, 無事に着水しました。はい、よかったです。クルーセブンスプラッシュダウン、地球に戻ってきました。4名のクルー、なさいですね、無事、はい、お帰りなさいですね。The SpaceX recovery ship and team has been waiting for Dragon splashdown, and they are now making their way to that splashdown siteYeah, it's so exciting to see Crew 7 back on Earth after 199 days in space. They splashed down at 5:47 a.m. Eastern time, and the teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away in preparation for splashdown. クルードラゴンのそのカプセルに今カメラが寄りましたけれども、はい、ここに今その小型のボートがですね、はい、近づいていると思います。そこから回収船に曳航されていくんですけれども、今まだプカプカと浮かんでいる状態で、はい、そのスタッフを待っている、はい、もうまあ全てノミナルでここまで来ているので、まあ、中も安心して小型ボート、すっごい安心感でしたね、見ていてね。じゃあこの後動きがあるまで一旦、はい、スタジオに戻ろうと思います。はい、無事クルーセブン着水帰還しました。よかったです、一安心ですね。はい、ドキドキしました。はい、またこの後、回収船にですね、曳航される模様ですとか、もちろん古川宇宙飛行士がカプセルからその4名のクルーが出てくるところもお伝えできればと思っております。井上さん、着水の瞬間ご覧になっていかがでしたか。はい、今のブラックアウトが明けて無事にあのパラシュートもデプロイされたので、はい、あそこまで行けば安心して見ていられました。もうお帰りなさいと本当に多くの方が言ってくださっていると思うんですけれども、番組宛にメッセージいただきました。ご紹介していきます。まずは YouTube のコメント欄に頂戴いたしました。長い間 ISS の滞在お疲れ様でした。また古川さん、宇宙でのご活躍お疲れ様でしたというコメントですとか、あ、質問ですという、機関船にいる、あ、
宇宙船の中にいる18時間の間、古川宇宙飛行士はどんなふうに過ごしていたんですかという質問があるんですけれども、おそらく普通に食事も、まあ、お手洗いもありますので、ミッションスペシャリストということですので、うん、パイロットとかの、はい、まあ、適宜フォローをしたり、タイムラインを確認したりしながら、ね、あとはそうですね、食事をしたり、うん、まあ、お休みになったりしてたと思います。シートもリクライニングでかなり快適なので、まあ、将来 の我々民間の宇宙旅行なども見据えているというか、どんどん快適な宇宙旅行が近づいているという感じもしますよね。あれに乗っていけたら素敵だと思います。本当ですよね。なんか感動で涙が出るというコメントもいただいております。ありがとうございます。また SNS でもメッセージありがとうございます。古川宇宙飛行士、地球で待ってます、ご安全に。地球に無事帰還しましたのでね、今度は日本への帰国が楽しみなんですけれども、はいはい、このまだ今はね帰ってきたばっかりなんですけれども、まあ、これからメディカルチェック、健康チェックですとか、またリハビリなども経て、数ヶ月後には日本にまた帰国して元気な姿が、はい、見られるんじゃないかなと思います。また、SNS にいただいた投稿、打ち上げからずっと見ていたのでクルーセブン帰ってくるの楽しみでしたというコメントですとか、5歳の息子が子どもたちへのメッセージを、図鑑を握りしめながら真剣に聞いていました。古川宇宙飛行士から次世代の皆さんへのメッセージを真剣に聞いてくださったということ で、はい、嬉しいことです。そういった皆さんがまたこう次の世代の宇宙開発、宇宙活動になっていってほしいなという願いも、はい、はい、あります。まだまだメッセージ、ご質問を受け付けておりますので、 SNS はハッシュタグスペースジャパンを応援しようで、どしどしお寄せください。また YouTube のコメント欄からのコメントもお待ちしております。さあ、順調な工程で帰還いたしました。無事着水しましたクルーセブンなんですけれども、また動きがあればNASA TVの映像をご覧いただきますが、ここからはですね、その古川宇宙飛行士が国際宇宙ステーション ISS で実際に行ったミッションのご紹介をしていこうと思います。さまざまなミッションを行ったんですけれども、その中から4つのミッションをご紹介していきます。まず番組の冒頭で井上さんからもお話がありましたが、古川宇宙飛行士は宇宙でしか見つけられない答えがあるからというキーメッセージのもとで、将来の国際宇宙探査に向けたミッションですとか、宇宙環境ならではのその宇宙環境を生かした、科学実験ですとか、また民間が主体となって行う取り組みなども、そういったミッションもあったんですけれども、まず前半はですね、その古川宇宙飛行士のミッションを地上から支えたその地上職員の、インタビューとともにご紹介していきます。まず最初にご紹介するミッションはイントボール2というミッションです。この担当の JAXA 山本達也のインタビュー映像をご覧ください。今回古川さんにはですね、我々が開発したイントボール2という、まあ、球場の、船内ロボット の基本機能を確認するために、いわゆるチェックアウト運用と呼ばれる運用をやっていただきました。具体的にはイントボール2は飛行の能力と撮影の能力、あとドッキングステーションからの発着っていうところを大きな機能として、持っているんですけれども、それぞれの機能がちゃんと宇宙ステーションの中で機能するかっていうところの確認を古川さんと一緒にやっていたという形です。自分がまず古川さんにやっていただきたい手順の根幹となる部分を作って、でそれを古川さんが ISS の中で実際に作業していただくという形をとっていまして、その間で古川さんがやりやすいように地上から適宜フォローを加えるっていうことはやっています。で今後はこれら基本機能が確認できたことを踏まえて、それらを組み合わせて一つの撮影タスクとしての運用をしていくフェーズになります。でその準備を今進めているところです。もともとイントボール2のメインの目的っていうのは、宇宙飛行士の代わりにカメラの撮影を行うロボットになります。その方々の時間だとか労力っていうのを少しでもロボットでカバーできるようにするために作られたのがイントボールで、実際そういう場所で使っていただくっていうのが本来の我々のイントボール2チームの目的になるので、そこに向けて今後やっていくという形です。はい、イントボール2のミッション担当のインタビュー動画をご覧いただきましたが、ここで動きがあったようです。NASA TV をご覧ください。
はい、先ほど着水したばかりのクルードラゴンを抽選、そのカプセルが右側に映っています。そして左側の画面はその船内の様子ですね。先ほどですね、もうあの小型のボートがかなり近づいているように見えたんですけれども、はい、今ちょっと画面の左端によってちょっとそうです、消えましたけれども、はい、まだ着水して10分経ってないんですけど、やはり早いです、はい、早いです。どんどんあのスペース X の作業早くなっているように感じていたんですけれども、おそらくこれからですね、このカプセルに近づいて、そしてあのロープをつけますよね、はい、ケーブルを、はい、旅行用のロープをつけます。そして、回収船に向けて引っ張っていくようになります。あ、今ボートが見えました。はい、カプセルの近くに近づいています。何名かのスペース X のスタッフが、はい、乗っていますけれども、ボートがもう接近しております。おそらくここからもスムーズな作業が進められると思います。カプセルの元に小型ボート到着いたしました。まずはあれですかね、有害なガスなどが漏れていないかというような安全確認が行われると思います。こちらの音声は小型ボートに乗っている方でしょうか。どんな様子ですかと先ほど、地上側から聞いている声が聞こえました。I love to hear that. I can tell from the excitement in your voice that it was pretty spectacular. So I'm so happy you were able to witness this. So the next question we have for you is about the weather. We've been tracking the weather throughout this journey. Teams, of course, gave the go for landing off of Pensacola here today. So how have the landing conditions been from your perspective?というよりはなんか水上バイクの大きな波に見えますが、なんかロープをかけたんですけど、なんか引っ張っているような、もうすでにしているようにも見えますが、ロープはついたでしょうか。左側に船内の様子、そして右側はその船外で今行われている作業の様子が映っております。Absolutely. That sea really looks glass-like almost. So just a couple more questions for you. Can you describe the journey of the recovery forces to get to this point and what that entailed? やりとりでもありましたけれども、もう風も本当になくて穏やかな波というのも分かりますし、あ、もう一隻今近づいてきましたかね。同じような船ですか。はい。The medical team and recovery director were on that first flight, and the rest of us followed after that. Hyperbolic sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is now in progress. That's great to hear, Rebecca, and we are hearing that the hypergolic... Stand by for PMC with SpaceX flight surgeon.頼みなども聞こえましたけれども、さまざまな今やり取りが繰り広げられていますが、そうですね、現場と確認しながら作業を進めていっている様子が、はい、聞こえます。はい、あのポートに乗っているスタッフとも今確認しながらというところですね。Our very last question for you, Rebecca, before we continue to talk through the recovery process is what's next to retrieve the crew? 作業を続けています。Yes, I'm sure you'll walk everyone through how Dragon's going to be hoisted onto the recovery vessel. After the crew has de-dressed the vehicle on the ship, they will head over to the...こちらのやり取りはこの後の、まあ、クルーはどうなるのというやり取りをしていますね。先の話は今、はい、すでに。はい、今はメディカルチェックという言葉が聞こえましたけれども、まあ、あの船の上で、ね、退出してからはフライトサージョンというあの宇宙飛行士のお医者さんがメディカルチェックをすることになっています。はい、今回古川宇宙飛行士は後藤正人フライトサージョン、後藤先生が今もう回収船で待っているところですね。はい、はい、待機しているはず。さ、作業はしばらく続くでしょうか。じゃ、この後はまたそのロープをつけて回収船に向けて曳航するところが見えたらまた NASA TV に行きましょうかね。はい、じゃ、一旦スタジオに戻します。
すべての工程本当にスムーズで予定よりもこう早く進んでいるんじゃないかと思う感じですけれども、はい、また動きがあればお伝えいたします。さあ、NASA TV の前にご紹介したミッションがイントボール2ということで、担当者の話にもありましたけれども、宇宙飛行士に代わって、その作業をしている様子を撮影したりですとかするということで、もうその宇宙の働き方改革とも言われるような感じで、そのカメラがあることで撮影してくれることで、はい、宇宙飛行士のこう貴重な作業時間が削減できたりですとか、その分他の作業を効率的にできるというところで、今回の古川さんの滞在中にはその、チェックアウト作業があったんですよね。そうですね、実際の運用に入る前に、はい、きちんと動作をするかということをいろいろとシナリオを作って確認をしておりました。その手順というか確認するための地上と宇宙のやり取りというのはどういう形になるんでしょうか。はい、直接実験担当者が宇宙飛行士とやり取りすることはないんですけれども、運用の担当者とですね、非常に長い時間をかけて、おそらく皆さんが想像されている10倍20倍の時間をかけて詳細な手順書というのを作ります。はい、はい、で宇宙、実験が近づいてくると、大体週に1回ぐらい宇宙飛行士と地上の運用要員が打ち合わせをする時間がありますので、そこで宇宙飛行士と Q&A をしながら、ここはどうするのというのを打ち合わせをして、で最後に実験をするときに、そこでも伝えられなかった細かいニュアンスとか、新たな質問が出てきた場合には、はい、JCOM という管制官の中でも宇宙飛行士と交信をする役割の人がやり取りをしながら実験を、うまく進めていきます。なるほど。実験担当者と古川宇宙飛行士が直接ではなくって、運用管制員 JCOM などを通じて、でもとてもこうたくさんの手順に沿ってしっかりとやっていくというところで、はい、このチェックアウトはもう無事に終わって、運用はもうあと待つばかりというところですかね。そうですね、インクリメント70で、予定されているものはすべて終わりまして、今データを評価しているところだというふうに聞いています。なるほど。こうしてさまざまなミッションはどんどんこうバトンを受け継いでいるというところなんですけれども、さあではもう一つご紹介できますかね。2つ目にご紹介するミッションはフレアというミッションになります。その担当者菊池正夫へのインタビュー映像です。古川さんに今回ご担当いただいたのはフレアという実験の準備になります。フレアという実験ではですね、希望の船内にあります固体燃焼実験装置と呼ばれるものを使用いたします。略称 SSEM というものです。 SSEM の組み立てはですね、結構複雑な手順でして、そういう作業一つ一つを地上からお願い事、それから古川さんから我々に質問、そういうやり取りを作業の様子を画面で見ながらですね、一つ一つ確認しながら進めていただいたという形になります。2022年に実施した実験の成果として、フレアの宇宙実験の最初の論文がですね、古川さんの滞在中の今年の1月に公表されるという成果が出ました。古川さんが今回やっていただいた成果もまた少し遅れてですね、確実に科学的それから技術的な成果につながっていくと信じています。でこれからはですね、さらにいろいろな材料について、データ取得を実施していく予定でして、データの積み重ねによって我々が作ってきた新しい、可燃性評価手法というのが次の時代の、宇宙の実質的な国際的な標準のような形で使われていくと、月火星への有人探査のサポートをすると、そういう活動を日本がリードしていくと、そういうことにつなげていきたいと考えておりますし、宇宙に人間が出ていく時代の安全安心を守るんだと、そういう気概を持ってやっていきたいと思っています。はい、はい、宇宙での火災を防ぐというフレアというミッションでしたけれども、まさにこの将来に向けた有人宇宙活動に向けたミッションというところで、こう宇宙でのその燃え広がり方などを研究すると。はい、そうなんですね。地上に暮らしている我々は、はい、無重力で燃え方が違うと言ってもなかなかピンとこないかもしれないんですけれども、これからの火星ミッションですとか、長期間無重力で、動くような設備を作るときには非常に重要な知見になってきます。はい、例えばこうなかなか燃えないような宇宙服を作るですとか、そういうことに成果が役立っていくということが期待されているフレアというミッションでした。その装置の組み立てなどを古川宇宙飛行士は、はい、はい、そうですね、非常に、こちらの VTR でもありましたけれども、はい、複雑な装置ということで、古川さんが残念ながら、降りてきた後になるんですけれども、実験再開される予定です。こちらのミッションもバトンが受け継がれていくということです。さあでは4つのミッション続いてご説明するのは、井上インクリメントマネージャーからのミッション説明なんですけれども、こちらのミッションです。
はい、スペースオルガノジェネシスというミッションになります。古川宇宙飛行士のその船内の様子、装置ですかねの前の古川宇宙飛行士の写真が2枚ありますけれども、こちらはどんなミッションなんでしょうか。はい、まあ、タイトルの通りなんですけれども、はい、まあ、微小重力ということで臓器を、まあ、培養しようとしたときに重力のあるところだとどうしてもこうペシャッと潰れてしまうことがあるんですけれども、無重力環境を利用して、まあ、立体的に臓器を、まあ、培養していこうという非常に、まあ、壮大な目標を持った実験を行っています。で、まあ、今回のこちらの実験は、全体でいうと2回目の実験になりまして、1回目は野口宇宙飛行士が滞在中に、はい、iPS 細胞から作った肝臓の元になる細胞を血管を模擬した組織の周りに凝集させる、集めるということを、まあ、実験で確認しました。古川宇宙飛行士のこの第2回は、その集めた失礼、集めた肝臓の元の細胞をですね、新規開発して作った、まあ、栄養培養液をですね、自動的に供給する装置があるんですけれども、それでもって培養していって、さらにその肝臓の元が肝臓らしくなっていく組織化を高めていこうという実験を、するのが目的になっています。で、古川宇宙飛行士、その新規開発の装置のチェックアウトも含めて準備作業を行いまして、これから到着するスペース X31 で実験が実施される予定になっております。2回目ということでステップアップしていますけれども、はい、こちらのミッションは、まあ、宇宙その無重量ですとか微小重力環境ならではという臓器の立体培養の、はい、スペースオルガノジェネシスのミッションについてご説明いたしました。最後にご紹介するミッションはこちらです。アジアントライゼロ G、 何かこう宇宙で実験とか運動をしているような写真が見えますが、こちらはどんなミッションでしょうか。はい、こちらのタイトルのところの横に国際協力人材育成と書いてありますけれども、はい、アジア太平洋地域の、まあ、学生を、まあ、基本的に、ターゲットとして、希望でいろいろな実験をやってもらおうということです。今回は9つの国と地域から245件という、まあ、非常に多くの募集がありまして、うん、その中からよくこれまでも行われてきた物理の実験ですね、16件と、あとは今回新しく宇宙でできるエクササイズという、募集の案件で選ばれた5件、合計21件を行いました。これは スライドの左側ですね、はい、エクササイズの例ですね、ロープを使った運動をしているのと、あと右側物理実験の例ですけれども、これは磁力線の周りに、まあ、鉄金属が集まっていくというのは非常に立体的に宇宙ならではで、見せてくれているという実験になります。こちら非常にアジア地域での宇宙利用というものの広がりを広げてくれる、人材の広がりも高めてくれるということで、まあ、古川宇宙飛行士すべての実験を実施してくれております。そうなんです。古川宇宙飛行士、今回が第8回のアジアントライゼロ G だったんですけれども、最初第1回のアジアントライゼロ G も古川宇宙飛行士がISS に滞在している間に行われまして、まあ、今回8回ということで新たにエクササイズも加わって、本当にたくさんのご参加がありました。で、このどんなその実験結果だったかですとか、エクササイズの結果、その成果報告会というのが、古川宇宙飛行士が日本に帰国した後に予定されているということですので、はい、こちらも注目したいと思います。またどんな実験エクササイズがあったのかという模様はですね、今の JAXA の YouTube で映像、担当者へのインタビュー映像を公開しておりますので、ぜひそちらもご覧になってください。以上、古川宇宙飛行士が希望日本実験棟など ISS で行ったミッション4つをご紹介いたしました。他にもさまざまなミッションを行っておりまして、次の宇宙飛行士にバトンが受け継がれていきます。さて、この番組にはメッセージですとかご質問たくさんいただいているんですけれども、ここでいくつかご紹介したいと思います。まずは YouTube のコメント欄からいただいたコメントです。カプセルから出てくる古川さんがどうか笑顔でありますように。もう古川宇宙飛行士いつも朗らかな笑顔でISS でもね、さまざまな表情を見せてくれましたけれども、我々も健康で元気に笑顔で出てくるその姿を見たいなという気持ちがありますよね。そうですね、古川宇宙飛行士一緒に仕事をしている時も、まあ、怒った姿を見たことないので、はい、まあ、微笑みながら出てきてくれると思います。だいたい着水から、まあ、1時間後ぐらいにカプセルから出てくることが多いんですけれども、結構作業がスムーズですので早くなるかもしれません、はい、ぜひその瞬間も中継でお届けしたいと思います。
そしてその他のコメント、希望日本実験棟モジュールでのミッション、いろいろな研究を進めてくださり感謝です。本当にこう我々のこう地上での生活に役立つようなものというのも、行われております。さあ NASA TP でですね、あもう回収船に今、はい、そうですね、かなり近づいた、はい、これから釣り上げられようかというところも、はい、今釣りました。もう曳航されて、はい、どんどんロープで、はい、引っ張られておりますね。で回収船にあるのが今ねクッションのような丸い円状のものがありますが、はい、そこに引き上げられてポンと置かれま す, す、ね、これがあのドラゴンズネストというあの竜の巣という意味なんですけれども、ドラゴンが最後に帰る場所ということで、ここに4人が乗った4名のクルーが乗ったクルードラゴンカプセルが帰ってきます。回収船でさまざまなスタッフが今待っているところです。先ほどもお伝えしたように JAXA からはその専任の宇宙のお医者さんですね、宇宙飛行士のお医者さん、フライトサージャンの後藤先生も今古川宇宙飛行士がカプセルで戻ってくるのをこの回収船から待っている状況となります。さあもうカプセルはかなり近づいていまして、ボートでどんどん回収船に近づけられております。かなり接近しております。まあ、フレームが映っていますけれども、ええ、はい、これがこの後引き上げるためにですね、傾けて、はい、そしてカプセルを引き上げていきます。カプセル側にも人がいる。そうですね、一人も乗ってまして、これまでの中継でも名物というか飛び降りるんですよね、急にね。はい、クルーではございません、スペース X のスタッフです。あのカプセルの外側も黒く焼け焦げたところが、ね、あって、はい、過酷な状況を乗り越えて戻ってきました。フレームがどんどん降りていきます。カプセルを引き上げるための準備が着々と進んでおります。ケーブルが何本か機体に引っかかっているのが見えますね。そうですね、釣り上げるだけというような感じです。数本のケーブルでフレームを上げて引き上げていきます。あ、結構あのスタッフがカプセルの上の方まで登ってますけれども、カプセル引き上げるためのケーブル、はい、飛び降りました。はい、はい、じゃあ間もなく、ね、はい、釣り、そうですね、カプセルが引き上げられます。ボートに戻っていきますね、上で。もう本当に皆さん慣れてますね、作業が、はい、安定の作業です。安心して見ていられます。そしてセッションかかりましたね、はい、どんどん引っ張って、はい、引き上げられております。はい、ドラゴンズネスト、竜の巣にドラゴンが帰ってくる瞬間です。これもクッションのようになっていてね、こう、ソフトに、はい、置かれると思います。NASA の人も、NASA の人かな、あのプリティクイックリカバリー、非常に、はい、早いと言ってますね。本当にスムーズすぎて、はい、今カプセルが、はい、竜の巣に帰りましたね。帰ってきました。第2弾の帰りなさいですね。はい、とても優しく置かれました、ね、はい、非常にスムーズでした。本当に。さあカプセルを覗き込んでいるスタッフもいますけれども、
だここですぐにこうハッチを開けるわけではなくて、さまざまなこう安全確認も、はいはい、ありますので、ちょっと扉が開く瞬間はもう少し待ちたいと思います。あ、はい、出てきました。ドラゴンが無事ピックアップされました。回収船に戻ってきましたね、はい、まだ30分経ってないぐらいですね。本当ですね。着水してからまだまだ早い段階でもう回収船にちょこんと戻ってきている状態。カプセルを引き上げたフレームが元に戻っておりますが、どんどんこうね、そのハッチが開く時が近づいているんですけれども、元気な姿早く見たいです。今回収船の様子が映っております。やっぱりかなり焼け焦げているんですね。そうですね、やはり野菜とキュウリの過酷さを、はい、物語ってますよね。エンデュランスという名前ですね、はい、まあ、忍耐という意味が、はい、あるんですけれども、無事に地球に帰ってきました。再突入の際にはもうひたすら G に耐えたクルーたち。時々船内の、ね、様子も映っていたんですけれども、ちょっとあのモニターのところが映っていて、まだこのクルーの表情というのはね、わからないんですが、あ、ハッチオープンと、もう間もなくですね、ネクスト、はい。あとこれも早いかもしれませんね、予定より。ちょっと油断できないですね、早すぎて。すごい。でもハッチが開いても、まあ、すぐに出てくるわけではなくて、そうですね、はい、まあ、あの前回とかだとそれなりに時間かかったですけど、まあ、今回とても早く進んでいるので、うん、ちょっと目が離せないです、ね、確かに。ちょっとしばらくこの映像を見ていた方が良さそうですよね。急に開いてもあれですもんね。まあ、打ち上げですね、中継とかよくされるんですけど、はい、こういう画像はなかなか珍しいので、うん、はい、見たことのある人も少ないんじゃないかと思います。じっくりと、ね、見入ってしまいます。あ、船内の様子、そして左側ですね、そして先ほどからご覧いただいております回収船にピックアップされましたカプセル、両方が今映っております。クルーセブンのクルーたちはハッチが開くのを待っている状況です。久しぶりの地球をどう感じるんでしょうかね。重力もそうですし、はい、そうですね、久しぶりの重力環境ですけど、まだあの椅子に固定されているので、はい、ハッチが開いた瞬間かな、こう海の匂いとかがして、はい。ハッチが開いた後というのは、まあ、メディカルチェックがあったりですとか、意外とあのカメラマンがまず入ったりするんですよね、船内に。そうですね、そこは、はい、あの民間ならではかもしれないですよね、はい、そこで表情も見たいなという気がしますが、その後それぞれのクルーが降りやすいようにさまざまなものを取り外して、はい、順番に4名のクルーが降りてくる形となります。あ、もうハッチにスタッフが近づいていますね。とにかく作業が早いんです。粛々と作業が進められております。そう、先ほど引き上げたケーブルを取り外して、ええ、はい、そうですね、まずはケーブルを外してますね、うん。今の回収船の映像をご覧いただいてますけれども、野上さん、回収船2隻あって
て、はい、フロリダの西海岸ですとか東海岸に配置されているんですけれども、なんかこの回収船にも名前があるという情報を前回の中継で、はい、あのメキシコ湾の方に降りた時にはシャノンという、回収船で大西洋側はミーガンという回収船で、どちらもあのこちらのクルードラゴンで飛行した女性宇宙飛行士の名前にちなんで名付けられていると聞いています。宇宙飛行士の名前から、はい、名付けられている回収船。宇宙飛行士の健康管理などを行っていますフライトサージャンなどが今回収船で待機しております。ハッチが開いてそれぞれのクルーンが降りてくるのを回収船で待っているという状況です。Once everything is in place, we will translate the nest where the capsule is sitting forward toward the forward end of the vessel, and that is where the recovery deck is located. この後カプセルを前方の方に動かしてクルーを引き上げるという話をしていますね。The Crew 7 team, SpaceX team members will go through the side hatch opening procedure.Which involves an additional sweep for hypergolics and like you mentioned earlier, removing the side hatch. おそらく最初に降りてくるのはセンターに座っている、まあ、船長ですとかパイロットの2名からかと思うんですけれども、宇宙飛行士何番目に降りてくるでしょうかね。とにかく元気な笑顔で降りてきてほしい。はい、starting to wrap up this portion of Dragon being in the nest, so we should expect that translation to occur here in just a couple minutes from now. もう数分でまさに来ると言ってますね。もうイマップになりました。カプセルハッチが数分前ということです。So from this view, we do have a pretty good view of both the nose cone being closed, which closed prior to splashdown. But that is the hatch that the crew use when they dock to the International Space Station, as well as今ノーズコーンの説明をしているところですね。今あのてっぺんの丸くなっている部分は閉じているんですけれども、ドッキングの時にはこのノーズコーンという先頭部分が、まああのなんか新幹線の昔の新幹線の鼻の頭にパカッと開いて。はい、そこのエアロコを通って出入りすると。ハッチが開いてクルーが降りてくるというタイミングになるとストレッチャーが用意されて、そこから出てくる形になります。そうですね、まだこれから移動するのでハッチが開くまで もう少々時間がかかりそうですね。ここまでスムーズでしたけど、なんかこの数分が長く感じちゃいますね。そうですね、はい、非常にスムーズなだけに、はい、まあ、も今かな、まだかな、まだかなって待ってるんじゃないでしょうか。そうですよね、じっと座って待ってると思います。今はこの後の話をしてますね。クルーが、まあ、健康ヘルスチェックを受けた後ヘリコプターに乗って、はいはい、ペンサコーラ、あ、動き出しましたね。ペンサコーラ国際空港に移動して、そこから飛行機でヒューストンに行くよと言ってますね。もうカプセルから出てきた後のことをやり取りで話されていました、はい。で、回収船ではクルーが乗ったカプセルが、はい、どんどん移動しています。ハッチオープンに向けて、ゲートに近づいてきましたね。はい、
すごいマスクをつけたスペース X のスタッフが、はい、よいハッチオープンと表示が出ました。2名のスタッフが近づいて、はしごを置きました。今カプセルを触りながら、ノースコーン、最後の今チェックをして安全確認をしているって書いてありますね。まあ、万が一でも毒性のあるガスとかが残っているといけないので、皆さんガスマスクをつけています。船内の様子、ハッチが開く瞬間を待っている。後ろ側ですね、船内の後ろ側からのカメラです。その下側のセンターにあるのがのハッチですので、あそこが開くように、その今あのハッチが開くのを待っている状況です。今は、まあ、先ほども我々が話していた、うん、ドクターが船には乗っていて、はい、飛行機に乗る前にメディカルチェックするよという紹介をしてくれてますね。はい、フライトスタジオも今か今かと待っていることと思います。そのフライトサージャンブルースーツで待ってるんですよね。回収船ではかっこいいですよね。あれいいですよね。Then transported via chair over to the medical recovery tent. So this is standard operating procedure for long duration space flights. こちら船を降りてからの、まあ、メディカルチェックのような一連の流れはソユーズとかでも、まあ、似たようなものですねっていうご紹介してくれてます。今入った情報では、アメリカ地上からですね、さまざまな場所からこのカプセル再突入の様子が見えたそうで、その投稿が X でされているそうですので、気になる方はぜひチェックしてみてください。雲もあまりなかったですから、かなりいろんなところから見れたんじゃないでしょうかね。And they are beginning to step through some of those procedures to get that hatch open here shortly. はい、今ハッチアップで映っておりますが、まもなくオープンとなります。スタッフが一人近づきました。いよいよ開けようかというところですね。We perform the side hatch leak check. So we will. Dragon SpaceX, stand by for side hatch opening and egress. We'll be passing you off to the recovery team. And see you back in Hawthorne soon. Dragon Captain, they're here. 内部と更新してますね。これから入るよ。あ、開きそうです。ハッチオープン、いよいよです。はい、開きました。クルーセブンの今ハッチがオープンとなりました。そして早速一人船内に乗り込んで船内映像を見ると、はい、入ってきました。クルーの様子を確認していました。今手を振っていますね。お帰りなさいというところです。ようやく安堵の瞬間でしょうか。サムズアップ、グッドグッド。そしてこれからはそのハッチから出る準備を進めていくわけですね。
The last time it was open was the day they went to space. So it looks like here just the SpaceX team member doing initial check-in with the crew, making sure that everybody is feeling okay and feels ready to egress from the capsule. Probably letting them know that there is, you know, no return trip at this moment, no rocket in place. クルーへの説明をスペース X のスタッフが行っていましたけれども、手を振っているので、次はカメラマンが入ってくるところでしょうか。地球に帰ってきたばかりの4名のクルーの姿を捉えます。カメラを持った方が来ました。カメラマンの姿が見えましたね。今撮ってるんですかね。写真を収めたかと思います。4名のクルーの帰ってきたばかりの姿。Order will be here in terms of who will egress first. It always varies from crew to crew, but it looks like we may have some footrests coming off now. Once again, this just allows the folks that are assisting the crew in their egress a little bit more room to work. Fun fact, the footrests are custom sized.どんどん地上側のスタッフが増えてきましたね。そうですね、はい、今ベルトとか外しているようですので、はい、誰が一番最初に出てくるでしょうか。本当ですね、まあ、それぞれのクルーが出てきやすいように肘頭ぶつけないようにですね、こう一部を取り外してクルーが出やすくしています。足置きがあったりですとか、手順確認するタブレットなどがありますので、まずはそういったものから取り除いて、はい、クルーが降りやすくしていきます。No need to keep those down and in the locked position once we were outside of those dynamic events. For those of you that have just recently joined us, we had a beautiful nighttime splashdown at 5:47 a.m. Eastern or 2:47 a.m. Pacific. The Dragon Endurance vehicle is now on board our recovery vessel, Megan, in the Gulf.Just off the coast of Florida near Pensacola, and we're now awaiting the egress or the exit of our four Crew 7 members, and this will be assisted out onto the recovery deck. And the recovery vessel is actually named after NASA astronaut Megan MacArthur. She flew on board. 今クルーンが出てくる準備が進んでいますけれども、番組にもたくさんのコメントですとかメッセージをいただいておりまして、古川さん地球へお帰りなさい、また宇宙でのお話たくさん聞かせてくださいというようなコメントですとか、着水の瞬間綺麗でした、古川宇宙飛行士お帰りなさい、クルードラゴン着水成功おめでとうございます、本当にクラゲみたい、空を見上げて ISS を見るたびに古川さんへ手を振っていましたという。そうなんですよね、ISS 見えるんですよ ね、 条件が揃うと。そして、カプセルから出てくる古川さんがどうか笑顔でありますようにというですねコメントも、はい、ありましたし、先ほども、ね、ご紹介しましたけれども、やっぱりその出てくる瞬間を待っている皆さんたくさんいらっしゃると思いますので、古川宇宙飛行士がカプセルから降りてくるところ、ぜひ中継でお届けしたいと思います。もう少しお待ちくださいね。やはりセンターの2人から、うん、そうですよね。なので、まあ、ジャスミン・モクベリ宇宙飛行士か、あるいはアンドレアス・モーゲンセン宇宙飛行士から降りてくる形になると思います。
その後古川さんかどうかというところですね。We've mentioned they do exercise while on board the International Space Station for a couple hours a day, and that does help maintain some bone and muscle mass and prevent that loss. But because of the microgravity environment, 今はジョンソン宇宙センターに帰ってからの、まあ、45日ぐらいリハビリをやるという話ですとか、軌道上で、まあ、2時間、先ほどおっしゃってましたけれども、はい、2時間ぐらい運動するんだよという話を紹介してつないでますね。まずはそのメディカルチェックといいますかね、健康状態を確認して、それから地上での生活、元の生活に戻るためのリハビリが行われてとなります。この回収船にはヘリポートもありますので、ヘリコプターで移動ということですよね。はい、さあ一人クルーが降りてくるでしょうか。そうですね、はい、できそうですね。まずはパイロットのイサの飛行士でしょうか。さあ足だけは見えています。はい、今紹介してますけど、このモーゲンセン宇宙飛行士は今回まあ2回目なんですけれども、1回目は短期フライトだったんですね。長期は今回が初めての。で、他の2人のモグベリー宇宙飛行士とボリソフ宇宙飛行士は初飛行ということで、はい、古川さんだけ唯一、まあ、あの長期の経験があると。2回目とベテランでした。はい、今1人目のクルーが降りてきました、はい、アンドレアス・モーゲンセン宇宙飛行士、クルーセブンでパイロットを務めた飛行士です。ストレッチャーに乗せられました。長期滞在初めてとはいえ結構余裕ですね。やはり短期でも一回やってますね、うん、もう余裕で帰ってきたという感じでストレッチャーで移動しています、はい、その間に2人目のクルーを降ろす作業が進められております。そうですね、まあ、英語でも言ってましたけれども、これストレッチャーで運んでいるので、はい、あのなんか見ている皆さんの中にはこう体調が悪いんじゃないかと心配される方もいらっしゃると思うんですけれども、やはりあの帰還直後は長い間無重力に慣れていたので、急にあの重力下に行くと三半規管がちょっと働きがおかしくなって、首を少し振るだけでも、まあ、非常に強いめまいに襲われる方もいるんですね、はい、なので立って歩くと転倒の危険があるということで、はい、ソユーズでもそうですけれども、こちらでもこのような車椅子というんですかね、ストレッチャーというんですかね、に乗せて移動するというのが必ず行われる作業になっています。ご心配なくというところですね、体調ではなくて、まあ、念のためにというところで、はい、今2人目のクルーモグベリさん、ジャスミン・モグベリ宇宙飛行士、 NASA の宇宙飛行士、船長を務めました。降りてきました。久しぶりの重力というところで、あ、でも手を振ってますね。はい、無事の帰還です。お疲れ様でした。さあ次はどちらの飛行士でしょうか。古川宇宙飛行士か、コンスタンチン宇宙飛行士か。ボリソフさんから見てます、ね、そうですね、コンスタンチン・ポリソフ宇宙飛行士と聞こえました。古川さんは締めというか最後の砦で出てくるようです。
8から2名のスタッフが船内を覗いておりますけれども、3人目のコンスタンチン・ボリソフ宇宙飛行士がカプセルから出てくるのを待っているというところです。これはセンターのフットレストか何かですかね。サイドから降りてくるために、はい、邪魔なんですか。なるほど。Furukawa. Still on board the Dragon capsule, and we should see one of them egress here just momentarily. Did it come out? Yes. 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 Yes.And it looks like they're beginning to egress now. I believe this is Konstantin Borisov of Roscosmos, his first space flight. はい、今出てきました。姿が見えました。そしてコンスタンチン・ボリソフ宇宙飛行士3人目のクルーが船外へと出てきました。地上に帰ってきました。チリ握手をしながらスタッフが迎え入れます。皆さん元気です。手を振りながら移動しました。さあ、いよいよ我らが古川宇宙飛行士、あっちから出てくる瞬間がいよいよです。そうですね、紹介してくれてますね。はい、名前聞こえました。古川、So Satoshi Furukawa actually has the most time spent in space of Crew 7. He's logged a total of 366 days in space over two flights. 今紹介してくれてますが、Crew 7の中で古川宇宙飛行士が、長期滞在すでにやられているので、一番宇宙滞在経験が長いということで、通算で366日ですので、今年ウルー年ですので、ちょうど1年。本当ですね。はい、宇宙滞在しました。古川さん見えましたね。はい、その古川宇宙飛行士がカプセルから出てきます。Once again, this is standard procedure for assisting all the crew members into the medical bays.ハッチから古川宇宙飛行士出てきました。無事に地球に戻ってきました。古川宇宙飛行士おかえりなさい。We had an on-time splashdown at 2:47 a.m. Pacific. We lifted the capsule.Onto the recovery vessel at 3:14 a.m. 長期滞在お疲れ様でした。ちょっと見えにくいですが、そうですね。はい、微笑んでくれていると思います。はい、動きだけは見えたんですけども、手を振りながらスタッフに迎え入れられました。さあ、大鳥の古川宇宙飛行士が
カプセルから出てきたというところで、クルーは全員出てきました。無事に帰還して帰ってきてよかったですね。おそらく皆さんお元気なんじゃないかと思います。はい、本当そうですね。これからメディカルチェックなどが行われまして、はい、ヘリコプターで移動ということになります。きっと会いたい人たくさんいるでしょうからね。そうですね。ご家族などね、はいはい、待ってる方も多いと思います。久しぶりの、およそ半年ぶりの地球での生活、これから体を慣らしながら生活、はい、戻してほしいと思います、はい、さあ無事に古川宇宙飛行士が、カプセルから出てくるところまで、お届けできましたけれども、たくさんのメッセージコメントもいただいております。ここでご紹介いたします、古川さんお疲れ様です。お帰りなさい、初めて帰還着水を見て感動しました。これからの成果楽しみですというコメントですとか、クルードラゴン着水成功おめでとうございます。本当にクラゲみたい、空を見上げて ISS を見るたびにいつも古川さんへ手を振っていました。お帰りなさいというコメント、また古川さんお帰りなさい、宇宙で感じたことなど子どもたちにお話ししてくださる機会を楽しみにしています。そうですね、日本に帰国したらまたミッション報告会ですとか、さまざまなイベントの機会に皆さんにこう宇宙での生活、宇宙での仕事の様子お伝えすると思いますので、楽しみにお待ちください。またその他のメッセージです。古川さんお帰りなさい、人類の進歩に新たな1ページを加えてくださりありがとうございます。あと、カプセルの塗装を剥げてますね。乗り越えて戻ってきてくれて嬉しいです。本当にこう過酷な状況が数々あったんだろうなというのを感じましたよね、はい、そして井上さん質問ですと、クルードラゴン宇宙船は再利用されますよねということなんですけれども、はい、これまたすごいところですよね。そうですね、はい、こちら今回の、スペース X のエンデュランス号は、うん、おそらく3回だったかと思いますけれども、はい、再利用できるように作られています。これもまたすごいんですけれども、はいね、はい、打ち上げの時には一段ロケットが帰ってくる様子見られた方もいるかと思いますけれども、はい、一度使った機体でも何回も使えるというのは素晴らしい技術だと思います。まさにその古川宇宙飛行士クルーセブンの打ち上げの模様、私は現地ケネディ宇宙センターから見ていたんですけれども、まさにその第1弾が帰ってくるところもすごい音が、まあ、近くに帰ってきたのでしたんですが、感動の瞬間からおよそ半年というところで、この無事地球に帰ってくるところまで皆さん応援もありがたかったですし、また私も嬉しい気持ちが、はい、無事に帰ってきてくれて嬉しいなという気持ちが高まっていますが、井上さんも今どんな気持ちですか？そうですね、やはり日本人宇宙飛行士が軌道上にいるということで、はい、運用している人たちにも非常に安心感が強かったと思います、うん、複雑な作業があっても1週間に1度、はい、まあ、質問も、やり取りすることができますし、まあ、6ヶ月一緒にミッションをやり遂げてきたということで私も嬉しいですし、早く、はい、日本に帰ってお会いしたいです。そうですよね、先ほどコメントにありましたけれども、成果を楽しみにしていますというのは、おそらく ISS で行った様々な実験の成果ですとか、またその生活の様子か運動とか食事の様子などもね、映像などを JAXA のサイトでご覧いただけますけれども、まあ、そういったこう久しぶりの ISS と長期滞在の感想、古川宇宙飛行士がどんなことを感じたかという話も楽しみですね、はい、そうですね、はい、宇宙でしか見つけられない答えというのを聞きたいです。まさにそうですね、はい、日本に帰ってきてまたお会いできる日が楽しみですけれども、はい、まだまだ番組にいただきましたメッセージご紹介していきましょう。古川宇宙飛行士がカプセルから出てきた、やったーという瞬間を見られるのはやはりちょっと興奮しますよね。そうですね、もう着水の瞬間もそうでしたけれども嬉しかったですね。地球の帰還おめでとうございますというコメントありがとうございます。また古川さんお疲れ様でした。無事帰ってきてくださって嬉しいです。無事で何よりリハビリ頑張ってくださいという応援メッセージでした。古川さんに届くといいですね。そうですね。ヒューストンでは、はい、フライトサージョンの他に先ほど申し上げたエーサーというリハビリの専門家が待機して待っているので、はい、はい、古川さんのことですのできちんと着実にこなして、うん、帰還してくれると思う、日本に帰ってきてくれると思います。帰ってきてからもたくさんのスタッフが待っていて支えておりますけれども、古川宇宙飛行士とまた元気に話してくれる姿も楽しみにしたいと思います。さあクルーセブン帰還の模様をお届けしてきましたけれども、井上さん今日の中継、今日の帰還の模様を振り返っていかがでしたでしょうか？はい、
降りてくる時までドキドキしましたけれども、はい、非常にスムーズな、帰還以降のプロセスに非常に驚きました、うん、はい、技術もそうですけれども、本当にスタッフのこう作業もどんどんこう洗練されていってる気がして、はい、すごいですよね。で、古川宇宙飛行士がこう軌道上で行ったミッションの情報もそうですし、まあ、これからの情報などもですね、ぜひ古川宇宙飛行士の特設サイトですとか、JAXA 有人宇宙技術部門のホームページで、確認できますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、では期間中継お別れの時間となりました。最後に古川宇宙飛行士の期間生中継の様子をもう一度ご覧いただきながらお別れです。井上さん、解説どうもありがとうございました。ありがとうございました。またご視聴どうもありがとうございました。さようなら。